黒い眉の担当楽器はユーフォニアム。黒い眉は強豪校セイラ女子からの転入生。黒い眉はもう一人の大前久美子にあたるキャラクターとして考え出された。黒い眉は小学生の頃からママというあだ名がある。ママの身長は155cmで久美子より小さいが、適正サイズのシャツのボタンがへじけちゃいそうなくらい何かがある。響けユーフォニアムに関する小ネタやアニメの感想を募集中です。ぜひコメントで教えてください。ディスコキットっていいよね。